get ready for the next battle. あ、音声どうでしょう。オッケー。いやー大変でした。すいません、こんなに長く付き合っていただいた皆さん。本当ですよ。ありがとうございますよ。Get ready for the next battle. Round one. Fight. そうですね。設定を変えたのが原因でしたね。まあ一応お詫びの団員戦です。お詫びの延長です。あ、面白そうな団員戦やってんじゃん。K.O.治ったらしいんで戻ってまいりました。はい、おう、左が伸び急性胃腸炎、右がピレコン、番長です。どうも、最近よくニコ生やってる番長です。はい、まあギターとか鉄拳とかその他ね雑談とかに興味のある人は、はい、来てくださいね。なんだ今の安いの。今日は放送してるのは、いや家無事に帰ったら放送しますけど、はい、今日も放送回ってもニコチになったわけですね。なんか面白くなってたね。始まってギターが弾けるってやっぱりいいよね。普段から毎日のようにギター弾いてたんですよ。さっき見てありがとうございます。でそのギター弾いてるのを、見てもらってるだけなんですよね、そういったのはあるので、まあ、ニコニコがあるのがきっかけになって泣きます。横浜鶴見川崎の方が近いかも。お、ギターの持ち上がる。よかったよかった。ああ、そう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 。なんか聞いてね、いろんなことできたらいいかなって思うじゃないですか。今日は金曜とか寝ないで放送できるね。いやいや。おお。それはやばいでしょ。寝ないで放送はやばいでしょ。24時間配信ってお前何回ワーク取り出さなかったのと。いつかセッション。いいですよ。いつでも。どんなんでも。一発でもいいし。番長いつも寝てません。キリ寝てるわ。今日いっぱい寝たよ。はい、いい家かどうかわからないですけどね、はい、48回やべえ。東京よりの神奈川、正解。お疲れです。まだ残ってますよ。徹夜で鉄拳1全部クリアしよう。できるんじゃないかな、鉄拳1だったら瞬間で。鉄拳1だったらプレステから繋がないとダメなんだよ。プレステ繋いでやるの。プレステ繋いでプレステを分配して。Yes, I have toilet. 素晴
もらおうよ。はい、もう予定はあったんですけどなくなったんで、のんびりまったりしようかなと。プレステ3でもできるの。へえ、そう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 、オランド、うん、だって延長してやるから。約束の日からバンドでしょ。お疲れっす。いいよ、過ごそうよ。連絡してきて、じゃあ俺が出れるとこだったら。はい、お酒なんで2回目なんでもう男にしかモテねえわ。まあそれはそれで嬉しいんですけどね、気兼ねなくワイワイできるから。なんでやねん、ちげえよ。男の友情は好きなんです。そうなんですよね。だから、前自分の放送でやったんですけど、その昔からのゲームを、はい、やっていくにあたって、家で使ってない、家庭用ゲーム機を僕に与えてください。比べて即いいよ、引かしてあげていくらでも。読みの敵配信するか。女にも出てる、今知らない。確かにその通りです、間違いないわ。何 P ですか、何 P、 何が2B でいいわ。僕今白子です。さっき上がりました。白子に上がりました。出た、風神所属。おお、ぶっ込んでくるね。まあ、おいおい。いい年なんでね。子供できたらどんなことになるのかな。本当24時間耐久、耐久ってあれだよね、行かなきゃいいのか。アホか、そんなんやねん。ギター放送やってますけどね、なんか一曲カノンロックもう一回やってほしいって言われたんで探せたんですけど、昔の動画上がりました。あ、昔の動画で見つけました。でもう一回弾けるね。ピデ君慣れたのかってリアル2代目で弾けます。急性胃腸炎です。仕事楽しいよ。はい、おかげさまで。みんなとワイワイできながらね、仕事できるっていうのがやっぱね、鉄拳リリース装置やべえな。自分の子供に鉄拳やらせると全く思わないけどな。仕事ください。いい仕事してるでしょ。いや別にでもね、これだけで食ってるわけじゃないからな俺は。細かいね、ジャブドローだろう。これペン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 ってやつ。ダイヤはなくて対戦問題ないです。僕はダイヤ関係なしなんで、基本的に。やってくださいって言ったら誰でもやりますよ。はい。急性胃腸炎がバカ笑いしてます。いや本当うまいよね。家で俺鉄拳とか本当ニコラムなかったらやんないからな基本的に。獣の旦那さんが勝ったらご飯いいですか。おーいいよ、逆にじゃあ負けたらご飯俺。お前3回やって3回俺が勝ったらじゃあおごってください。はい、バイトしてる限定生放送して考えてるんですが、なんて、放送方法はどうやって教えてもらえませんかって。教えるのはいいですよ、教えるのは全然いいですけども、菅間のやつとかは、はい、全然教えますが、連絡、僕のツイッターとかね、
アカウント送ってくれればスカイプとかでもいいですけど、はい、消防車止めるぐらいぶっちゃ言わんでくれ。正直つらかったイベント、人が来なかったイベントとかつらかったですね。まったりです。かわいいかわいい、そうそう、仲間山総裁なんで誰もいない放送で一見ね、遠征しに行ってのに、10人しかいないです。帰ろう、無事に行ってます。もう大丈夫だよ、原因上げてみるか。どれだろうこれ。これででかい。巻いてす巻いてす、これどう、もう聞こえるでしょ。お、これ聞こえた、うん、俺今日耳にかけてるだけだから切ってないわ全然。あわわ、結構お腹空いたよ。あ、なんか食べね。風神いないの？風神はノイがいません。俺風神だもん。マジか。わか、分からせるやん。ただここ2週間でやったゲームっつったら、はい、鉄拳1と鉄拳2ぐらい。なるほど。大丈夫、鉄拳やってるから。いけるよ。しかも 1P だけど。1P だ。これこの前ピデ君にさ。譲ってあげたんだけどさ、今日は俺、君がね、神交代したってシュンってやめろよ、本当。俺のお前下の名前じゃねえか。あれユウさん、みんないけるって言ってるよ。いけねえ。いや、いけねえよ。お二人だけミゲルとファランと会いますか。ミゲルファラン、まあ、結構ファランが万能だから合うと思うよ、はい、とうとうハードル下げてからのやんないでしょ。確かにね、負けてもいいけんのりね、羨ましいな。サブとか本当、俺もサブとか出すみたいよ、もっと。サブデビルジーンやってますね、100勝50敗で初段ですけど、投げ抜けって言うときはハンドルゲームなんで、僕多分28ぐらいからです。今僕は白虎です、さっき上がりました、やったー。過去の人だよ俺なんか完全に。もうおー、おじさんおじさん、完全なおじさんだけなんですよ。おおおお、サブのセンスないぜ、やめろ。多分ちゃんとやったらできるんだよ俺の嫁。いや俺だって、なんでそんな俺はモテるの男に。見せようか、お前先に言い訳してんじゃねえよ、言うお前よ、俺1週間ぶりだからとか言って。健全に帰るな、お前は。お弁当おじさん、さよなら。ではまた明日、ランキングバトルで会いましょう。明日来んの？明日？俺来すぎだろ。来なよ、来なよ、はい、さ、俺が来てもお前が先に帰るっていう、このいいよね、ね、人間できてるよね、先輩より先にステージしましたからね、帰れる、この偉くなったね、
やっぱのびさんはね、やっぱ胃腸炎だけかもしたことあるわ。なんで最近早いっていうかさ、最近っていうか俺出勤これあのあと2日目なの。言い訳言い訳、早いんですよ、昼も夜も早いんですよ、ね、夜も早いんですよ、早い、どうせ早いでしょ、夜も早いでしょ、何夜も早いでしょ、早くないですよ、早いでしょ、そんなのやめろ、それはまた戦争起こす気でしょお疲れっす、明日おう、来るでしょ結局この流れ遠いねんここお疲れです。ミゲルとファナに相性いいよ、悪くないです。おう、やべえなこれ、鉄拳は大位が全てだよって、誰にも俺文句言えないでこれおい、そんなことねえぞ。そうだよ、だから偉いんだよ、さすが鉄拳神様は違うな。いやいや、え、偉くないよ、それまだ鉄拳神じゃないよ。あ、そうか、はい、ああ捕まれ、1時間20分ぐらいです。はい、まあじゃあ明日で、お疲れ様でした。はい、じゃあね。体くっそ弱い鉄拳神ね。鉄拳なならワンちゃん足は切るね。鉄拳なんじゃねえからもう、ギタリストだからどっちかって。また今日は秋葉行って新しいグッズを買ってきたんで、適当にやろうかなと。おー、レブイ、お腹すいた、誰か喉乾いた、差し入れ。ワーカーホリックってやべえな、ワーホリではない。で最近俺が昔の超大作初心者のためのギター講座を上げましたんで、僕のチャンネルでよかったら見てください。はい、しまく怒られくんシステムないからなって、振り込み構造してるからさ、ちょっと振り込んでくるかな。確かにね、食中毒40になるよね。初心者のために鉄拳枠ね、やってもいいけど、どうやってやれば一番理想かな。あ、どうやればいいのかな。ギターを弾いて歌いながら、おお、写真じゃダメ、鉄拳枠をギターぐらいさせてあげて、優しさ。スカイプしてプレモで教えながらする、あ、それいいね。マンジョさん今日配信ありますか。考えとくよ。毎夜毎夜やりすぎだろ、どう考えても。鉄拳のセオリーを元に作曲、ヒノピーはありますかから強くしていこう。ヒノピーね、津軽にいるときは教えられるんだけど、その他は一切わかんないから、どうすればいいのか。ビッグ個人ハンメルの好きかもしれない、まあ、バレたら殺されそうだけど、ビッグブリッジのね、人ね、超難しいんだ、あれ、いきなりスイープからやから、でしょ。やればできそうだけど、頑張ります。今日、堀さんの嫌だけで買いました。おお、ありがとうございます。別に堀の社員でもないですけどね。まあ、いや、好きなくせにその通りですね、好きっていうか、みんなが絡んでくれるからね、非常に楽しくなってます。ライブやってる感覚でね、音楽やってるってことがありますので、はい。ジャック講座、コンボ講座、ジャック講座はできますけど、コンボ講座は一切できません。やるからないってやるのは今夜でしょってね。いやいや、そういうのやめろ、お前。初心者が時に頼まれない、そういう方とかはね。まあ、そういうのをじびじびにやってくるのは全然悪いと思いますよ。キャラ隊がいいんじゃない、各班。俺、キャラ隊全くできないんですよ。各班とかも数字を分かってるのジャックだけなんで、結構厳しいと思います。バンチョ配信、朝4時ぐらいですか。まあ、やったらしても2時、3時じゃないでしょうかね。今夜耐久待ってます。できるわけないだろ、お前。はい、クリキンとおまんじゃ、どういうこと。クリキン大好きですよ。はい、放送さん、イエス帰宅しよう。今から帰るか。弾幕隊、キースもありがとうございます。弾幕をするからね、もう俺が嬉しくなっちゃって楽しくやっちゃいますね。教え方、それに違う。だからインストラクターいるわけだ。そうなんですよね。全くレベルも違うし、何を教わってくるかわからないという部分がありますので、そういったところをちゃんとね、教えれるっていう人間が必要だと思います。びっくりとスイープ簡単ですよ。マジで、マジか。結構ね、かわへんなーって、まあまあ、かまないように喋ってますけどね。ライブやってる感じで、いやいやいや、そんなライブ感いらんわ。生何々、それは全くやらないです。
体ばっかりなかなかいけるのってある程度偶然の負担物量は14に10返してもいいじゃん、13に10返してもいいじゃん、でっかい15以上で浮くだけの技をちょっと覚えておくっていうのはあるかもしれないですね。黒子連れて帰ったらですね、うるさすぎてね、完全に家から追い出される可能性があるので結構厳しいです。反応ない人のための鉄拳講座ですね。僕も反応はですね落ちてますので、もともと反応勢なんですけども、結構辛いです。黒子さんもありにはいません、何言ってるかわからないのが確かにね、喋ることもわかるかどうかギリギリのところで喋っておりますので、クリキントンフォックス、あれね、フォックスさんね、めちゃくちゃうまいから、あの人、まあ、あの狐の面かぶってるやつでしょ、やばいってありまして、はい、関西の生放送見ましたよ、はい、結構ね無茶やってますけども、あんだけディスりながら今でしょとか、本当藤沢お前ボンクラしねえよみたいな感じで厳しいですよね。はい、コメント拾ってきますよ、ありがとうございます。アナウンサーいけるんじゃね、声質が悪いんですよ。この前アナウンサーで一緒に仕事をしたんですけども、あの人は本当すごいよ、テンションいきなりマックスまでバーンと上げて、さあやってまいりましたって、逆ワンツーから右アッパーみたいな感じでね、あのそれすごいと思います。さあ早くて天気予報の吉住に聞こえてきた、あ天気予報ね、はい、結構厳しいと思いますよ。関東地方、明日は晴れるでしょう。そういうね、あのなんかね、面白いことはできないっていうのがあります。日本語言って、Yes, I am, I can speak English. ということでですね、日本語で英語を混じって放送するっていうのも面白いかもしれませんね。英語を喋って英語で放送するのもありかもしれないですけども、わらわらじゃねえよ。はい。ということでね、はい、いろいろとね、コメントを拾いながら、全部喋っていくってことをね、たまにこうやってやるのは面白いかなと思ってます。英語縛り、イングリッシュオンリー、たまにね、外国の方が書き込まれて、わーって書き込まれる部分があるんですけど、単語レベルでは返せるんですけども、難しい英語で喋られると、全く意味がわかんない。Welcome back, Macho. Welcome back ってね、はい。なんかどうぞお帰りみたいに嫌だよ、本当ね、うん、どうしようかね、うん、Maybe I can go back at 何時ぐらいだろう、 2 o'clock、 うん、まあでも寝てないから早く散ったり食べて、全然喋りながらさ、喋りながらこうやって、あー助かったわ、もう疲れたわ、もうあーたたったからでしょ、うん、マグロみたいだよね、マグロ止まったら死ぬみたいになってますけどね、はい、まあ、こうやってですね、言葉をね、いろいろ重ねながら喋っていく、そして喋る中で頭の中で考えながら喋るというのがね、非常にね楽しくなってまいりました。はい、いいよ、立ち回りの選手ですよ。まず鉄拳やってます、さっき鉄拳やって、広島からの遠征者のね、太田っていう人をですね、なんとか、倒してですね、白鵬に上がりました。わーい、今日は気持ちよく帰れるぞ。US 関連のございますバッチョ実況、はい、ありがとうございます、ああいう感じでね、たまにやらないですけど、たまにしかやらないですけども、テンション高めにズバーっていきますね。はい、バッチョ神段ね、いや別に多分上がれると思うよ、本当に、うん、そう思うじゃん、おお、そうなんですよ、学生時代はモテました、あー怪しいね、大学時代は結構それなりにゴニョゴニョしてましたけど、横断は厳しいっす、はい、神田は多分ね、ちゃんと人見たらいけると思いますよ。この間で韓国人で交流ある、韓国からこっちにまず来てくれることを前提したけどダメだね、結構厳しいっすよね。OK、 難しいっすよ。Please listen to our king in Tekken in Asia Ocean。 途中の単語わかんないよ、ね、うん、ビジネスね、テケナテケナット is very difficult、 Japan and Korea and Asia and Ocean、 全部別々なんだよねこれね、なんていうかね、 each other、 each other have a distributor、 Not all area is BNG、うん、そうですね、はい、自由日本にいるんだ、広島に来たら分かんないし、3、4人いるんじゃないかな、はい、いい風神だし、神奈川小学生ね、いいよ、 We used to work for long time Sorry I、どうしようかな、どうしようかね、伝えとくよ、はい、そうオーラね、あオーラかこれ、あーはい、オーラ金インか、なるほどね、なるほど、
全然わかんないからね、アウラってなんだろうね。風の噂に聞いたんですけど、なってません。はい、おバッテリーがなくなってきてる、なんでだろう、I talk to Harada。 電源が切れそうなので電源コードをつなごうと思いますが、電源コードはどこにあるのかな。ちょっと待ってね、ほんと中学校やりませんからね、目の前にしながら喋ることできるんですけどね。合格って難しいね、ほんと。どこだよこれ、パソコンの電源。よいしょ、延長は俺の意思でできない、俺のチャンネルじゃないここは。勝手にこれ延長だとおっしゃ殺されそうだけど、番長さん対戦どんどんかかりますか、エッチなこと、あそれもあるよ。日本キャリバーズ優勝した、すげえ。アサンクセルリアリア、プレゼントね、You are welcome。 番長はボルのログどっち所属した、あ、やってないや、一回ぐらいバレないってね、強めの方に番長は来たって、それやばい、延長したら番長カラオケ終わってやばいな、カラオケどうなんだろう、呼ばれてたんですけどね。陣に距離ってじばじば固まる、どうしますか。ですね、でかいの振ってくるのに我慢します。300円上げて返事をされいいな、まあ、ちょ、Do you like パールちゃん、 What is this パールちゃん、うん、僕歌うのはビーズとかかな、日本で言うとアニソン、ビーズ、洋楽系、あと女性ボーカルですね、ほとんど、はい、ガクトとか苦手ですね、僕ビジュアル系苦手です、結構昔よく言ってましたね、ギリギリジョブとか歌いますよ普通に、はい、ビーズバンドやってましたんで、あと結構キーが高いんで、なんかですね、メタルも全然歌いますよ、はい、ラースの LPRK 下段が合わせて角入る、トゥースマぐらいかな、病気2週間の妹、どうしても延長してほしいって言ってるんです、ですね、病院行け。延長はしばかれる、家とじゃがお疲れ、ああポイントが足りませんで怒られた、ジェットエッジを押したけど、ジェットエッジを押したらポイントが足りませんで弾かれたわ。ビーター持ってないです、ええ、はい、クレカクレカって俺のクレカってどうすんだよこれ、はい、残念でございました。皆さんとも楽しい時間もわずか、あと5分30秒の時間をもってお別れとさせていただきたいと思います。長い間ご覧いただき、なおかつ U の美放送の配信でトラブルがある中、長い目で見ていただきながらこのような楽しい放送をねやっていただけることを非常に楽しかった番組でございます。はい、押しました、はい、早く帰ってこられポイントないだけ、世の中甘くないね、確かにその通りです。どうしても亡くなったおじいちゃんが神棚に代表みたいって亡くなったら代わりに僕がいて、よくわかんないですよ、乗っ取ってる、あとはあれね、 How many second players they spend time with second? おー、どう答えるかな、どうやってるんだ、
なんて説明すればいいのかな、こういう時って。おお、ごめんごめんごめん。ああ、ねどうなんだろうね、なんて説明しようかな、どのような時間を過ごすって言われてもな、メイメインタイムぐらいでしょ、そうそう、まず maybe you should make harem harem shaking しかもハーレムじゃねえよ、バイ、メイビーじゃねえよ。シュートじゃねえよ。文法に違和感ね。まあまあ、多分あれだろうね。口頭の英語で喋ってるからね。ハゲとるがな。ハゲてへんがな。いやコメントくれるのはやっぱいいよね、でもね、はあ、さあ3分前となってまいりました、楽しい時間も、これをもちまして終了させていただこうかなと思っております。勝手に自動枠取りをしているかどうか分かりませんけども、はい、結構広いだけだからいいんだよ別に。やアシャランバトは5時じゃないかな、多分。ああ昔から生え際変わってねえんだよ、別に。俺が別にハゲてるとかハゲてないとか、そんなことどうでもいいんだよ、お前ら。ああそんなこと世の中人生も何も変わんねえだろ、お前。人目を心配してる暇あったら、お前、自分の目を心配せんかよ、ほら。っていうね、ことを言うのもありじゃないですかね。はい。やめろ。やめろ。プースか、プースか。せやな、せやわ。あ、消えそう。そうだ、でこよってね、はい、いや、そういうのも、そういうの、おこじゃねえ、あざす、もう帽子だよって、なんだよ、いいじゃねえかよ、別に、でこ広いんだよ、元から、あざす、ああ、自覚でしたね、ああ、ありがとうございます、切れてませんから、ああ。わしがハゲたかて、お前らのあの迷惑ばかげんやないかやな、見かまへんやろ、お前。そのラスブラックカスタムブラック。ブラックラックイズ、ブライン、アンドダックテージ、メニューダックテージ、アンドスローイズ、ノットルック。おこじゃねえよ。第一職もすんの今でしょ、ダホか今でしょじゃねえよ、ほんと。お疲れですよ、はい、もうね、みんなね、結託してやんな、ほんと、はい、影、お疲れします、お前、お疲れ、お疲れ、目の前でお前、突っ込んでこい、ほんと、はい、ということで、うまくしまったよ、はい、デッキレスになってきますよ、頑張ってきますよ、はい、お疲れです、まだ言えるもん、いや、言えるね、あと後でじゃねえよ、ほんと、後での放送大変だからな、いいから、いいね、こんだけいっぱい人が見てくれて、俺の放送でまれて200人ぐらい見てくれたら嬉しいかなと思ってますけどね。はい、ということで皆さんどんどん宣伝をしていただければと思います。はい、それで喜びます。人が増えれば増えるほど楽しい宣伝になってくると思います。楽しい、ニコラになってきます。誘導してください。よろしくお願いいたします。ということで皆さんのお会いいたしましょう。長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。今日は気持ちよく僕は白行になったんで帰ります。はい、ということで、じゃあね、バイバーイ。Get ready for the next battle. Round one. Fight!
KO. Round 2.